46だったんですね私もうすぐ30。同期。さあそれでは、はい、続いてまいりましょう。こちらでございます。日本活用屋列伝です。今日はこういった方をご紹介します。日本活動屋列伝。大正時代、叙情美人画で一世を風靡した竹久夢二。官能的な縛り絵で知られる伊藤政宇。その二人の画家に愛されたモデル、お葉。三人の愛憎を描いた作品、お葉で照明を担当したのが安河内博之さんだ。寝かしちゃっていいそれ。はい、箱馬に乗っちゃ高いって。いや、もう寝かしちゃって大丈夫大丈夫。もっと高いですよ。ないけどこれ。もともと映画作家を目指していた安河内さんは、照明の勉強をしようと映画の世界に。そこで知り合った大ベテラン熊谷秀夫さんに指示、照明の世界に引き込まれた。居酒屋長寿で一本立ちし、以後ビリー・ザ・キッドの新しい夜明けをはじめ、無能の人、ヌードの夜や白痴などを手掛けてきた。全力つけてくれ。よこっちょ。安河内さんは蛍光灯照明の日本における第一人者。蛍光灯照明は通常の照明に比べ光が柔らかい、不自然な影が出ない、経済的などの利点があり、最近では広く使われるようになった。それであの、はい、青い時でもいいですか。はい、ただ単にあの弱い光で、あ、強い光だけ当てると硬くなっちゃ、硬くなりすぎちゃで、硬くなってもいいんだけど、やっぱりその中に味わいみたいなのが必要だなと思うんですよ。それでまあ蛍光灯っていうのをね、逆監督がもうちょい上の方に。カメラマンの佐々木原康さんとは竹中直人監督の無能の人以来、多くの作品でコンビを組んできた。強い光のライトと蛍光灯ライトを併用し、光に表情を与えるのが安河内さんならでは。今回は怪しくもロマンあふれる時代色豊かな光を作り出した。ビデオで映すとシャッター切っても。安河内さんはまた若手育成にも力を注いでいる。草野球ならぬ草映画と称して、映画を志す若者たちに自前の機材をレンタル。さらに仲間のカメラマンたちにも協力してもらい、予算100万円の35ミリ短編映画作りを手助けしている。作品はアキルの映画祭で発表。安河内さんは若者たちに尊敬と親しみを込めて先生と呼ばれている。うまいです。めちゃめちゃうまいと思います。俺はああいうライティングもずっとやってたって、多分あれ、ああいうライティングはちょっとできないですね。で、女性を撮る場合って本当にうまいですね。綺麗ですよ。俺はもっと逆にそのあまり綺麗にやるのをずっと続けてるから、もうざっくりした照明をそろそろやろうぜみたいな話はしてるんですよね。最近要するに安さんのもう完成されてきてる安さんのライティングの味っていうのをもうそろそろぶっ壊してもいいんじゃないか、一作ごとに変えてもいいんじゃないかっていう、今投げかけてる最中ですね。今すぐ出てきやがれ。ああ、いつでも出てってやるよ。でもね、出ていけるんだ、出ていくんなら出ていかれるようにして追い出しておくれよ。よし、あ、戻った。せーの、あ、せーの、あ、また乗った。すっかり竹下夢二の女だな。私ね、今おようって呼ばれてるの。まあ監督がこういうふうな絵を作りたい、でキャメラマンがその絵に対してどういうふうにカメラワークを持っていくか、それでそれによって光はあっちの方向だと言っても、例えばキャメラの影になったり、いろんな問題が起こるわけですね。それをやっぱり整理させていくと、あのどんな状況の求められ方してもそれが破綻させないような方法で、あのこっちが対応しなきゃいけないっていうのが僕らの仕事だと思うんですよ。基本的にはどんな絵でも破綻させちゃいけないと。照明というと絵の色が変わる浅井さん、はい、いやいや、今お話聞いててよかったですね。あのプロフェッショナルの人の話っていいね。うん、昔伊丹十三さんがよく僕にあの違う職人のところに行って、職人が職人用語を使ったりするじゃない。
ちょっとそのテープの何だ、五郎丸さんの何とかがとか喋ってると、すごい嬉しそうな顔するわけ。で、いいね、いいねっていうかね、でそれは何でかっていうと、自分の業界じゃないけれども、あるこう職人芸っていうか、プロフェッショナルが喋ってるこう独特のこう言葉があるでしょ、それはあらゆるところにあると思うんだけど、ああいうものって何だか人生のこう垣間見るみたいな、今、僕らの業界近いけども、でも、ああいうの話聞いてるとね、例えばぶっ壊せとか言ってみたり、褒めてみたりなんかするじゃない。あのなんか仲間のに対する信頼感っていうのがこう見えてくるとなんか嬉しくなっちゃうんですよね、そうすると仕事したいですね、確かに信頼感ないとあれ言えないですもんね。もちろんそうですね、僕はしてやろうかなと、けしかけてるところだなんて今言ってるんですよ、みたいなね。でも今日 あの橋口監督も、それこそそのプロの言葉が聞かれて嬉しいというところに今真っ只中にいらっしゃるんじゃないですかね。めちゃめちゃなんて言うんだろう、彼には天使がついてるって感じだね、はい、なんかね、映画の神様がなんか神様がついてる、だからそれはね、何なんだろうっていう才能なの、もちろん才能もあるんだけども、何かそれがついてるっていうのが人柄なのか運なのかなんだかよくわからないけれども、なんか天使がついてるみたいで、それがついてる間は多分素晴らしい映画をどんどん作っていくことができるんじゃないかなと思った。すごいとでリアリティがあるでしょ、なんですよ、だから彼の話と彼の映画の距離がすぐそこだっていうのがすごく面白かったね、これからも監督についてる天使を僕らお客様に少し分けていただいて、ね、そうですね、楽しい気持ちにさせていただきたいと、